おざっす。あーす。おざっ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 す。はい。どうした？いや、どうしたはこっちよ。どうしたは。おはようございますって、よかった。うん。いや、こっちのせいじゃない。どうしたの？どうしたはこっちなんだよ。何よ。何ですかって。何ですか？これ？ここですか？うん、いや、全部です。全部です。ここもそうだし、はい、これもそうだし、はい、この配置もそうだし、はいはい、俺の部屋じゃないですよね、まず。違います。完全に僕、勝手に改造したわけじゃないですよね。はい、何これ、ね、OK、パワーフォースっていうのを運営する、はい、ボールパークっていう。ボールパーク、はい、パワーフォース筋肉番付の違う競技名みたいな。筋肉番付のフォース筋肉番付のフォース。頼むよ。そうだそうだそうだ、危ねえ。これ筋肉番付のやつ。フォースフィールド、フィールドフォース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 株式会社フィールドフォース、ボールパーク。そしてその格好、意味が分かんないんだけど。まだもうちょっとだけヒント欲しいです。何を今回やらされるのかもう皆目見当もつかない。まあ当然野球なんですけど、皆さん野球漫画は好きですか？まあでもみんな絶対読んで、まあ、通ってきてはいる。何か読んだことあるよ、ね。まあ今日はその技をやってみようじゃないかっていう。やってみる。はい。技？技？技です。野球漫画で技あったっけ？技あったっけ？技ありますよ。技ないよ。ないよ。で、まあ今日、うん、一発目でもうやってもらうのが、はい、こちら、デデデッドボール。もう、え、痛いじゃん。はい。デデデ絶対痛いんですよ。名前怖っ。これ何ですかこれ、うん？これガンマっていう漫画アプリで配信されてる、うん、デッドアストライクっていう、うん、お野球漫画です。その中の魔球の一つですね。これ。魔球。なるほどね。はい。打つ側ってこと？俺ら。打つ側です。これを打ってもらいます。あ、え、デッドボールだよ。デッドボールだけど。いや、でも打てるんだよ。いや、デッドボールあります。あの書き出しのこと言ってること意味わかんないよ。このデッドボールとスリーストライクを同時に奪うって、もうそんなのないんだよ。そんなのないんだから。奪う技あるんですよ。デッドボールの時点でストライクじゃないんだから。あります。どういうこと？いや、でもこれ3球放り込めば3点だ。意味が分かんない。3球当たったら3塁いけるってことですよ。そういうことでしょ。うん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 。変なこと言ってるよ、ちょっと。なんでそれを僕らがやんなきゃいけないんですか？仕事だから。あ、仕事？仕事？あ、なるほど。え、ちゅうことは、ちゅうことは何ですか？案件です。案件だ！ありがとうございます。案件です。あ、すっきりした、はい、なるほど、なるほどね。違和感あったでしょ。違和感ありました。なんでこの場所でこの服で、はい、急にフェニーがなんかやってくださいみたいな言うのか思ったけど、はい、いやもう、なるほどね。そう、じゃあケーキだっていうことだ。なるほど、ね、そっか、なんかさっきアップでだいぶ汚しちゃったからなんか怒られるんじゃないかと思ったけど、まあこれ大丈夫だね、これね。そうそうそう、はいはいはい。あ、これや、あ、じゃあやろう、じゃあやろう。うん、いけそうな感じは全くないけど、ね。本当。3球くんでしょ、だって。1個でも打てばいいと思う。三日月和樹くんは、同時に打ってた。三日月和樹。主人公。三日月和樹。うん。三日月和樹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 。やりましょう、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 もうやってください。はい、最初の挑戦、はい、デデッドボール、デデデッドボール、はい、まあ高井さんが打つ、はい、僕が、はい、野球やってたんです、ずっと。でも経験者にまず行ってもらわないと。確かに、やっぱりできたら、できたら、できたらもらってそれ成功でしょ。成功だ。もうこれでだから僕終わらせますよ。そう、できたらめちゃくちゃすごい映像。めちゃくちゃすごい。2人にはね、申し訳ないけど。いや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 、デデデッドボールなんですけど、ちょっと僕3球一度に投げれないんで、助っ人呼んでます。助っ人、はい、おばたのお兄さん率いる芸人最強草野球チームガッチンから森川と矢崎です。おぉ、すごい遠くからめっちゃ喋ってくれてるけど、やっぱディスタンスがね。そうか、ありがとう、ありがとうね。遠いところまで、はい、ちょっと遠いっすよね。ちょっと遠いな。エントリーを前には出してくれないか。ごめん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 、ディスタンスが。よし、高い、行っちゃおうよ。行っちゃおうよ。行けそう、行けそう、マジで。せーの。うわー、すげえ。
ダサいし、ずるかったもん。ツーアウトもするんだよ。ツーアウトもするんだよ。もう一回だけ、もう一回だけ。はい、OK。いきます。次に、うん、挑戦してもらうやつ、はい、こちら魔球赤壁。赤壁レッドクリフ。レッドクリフ。レッドクリフ。そうそうそう、もうまさに。まさに。どういうこと？こう、うん、ちょうどバットで打つタイミングで、うん、赤壁がボールの前に現れる。おおお。原理はどういう原理？わかりません。いや、わかりません。壁がデッドストライクはでもそういう世界でやってるから。キリバーンって出てくる。壁が現れる。そう。で、バットがもうゴリッ。あ、壁だって。壁で本当にもう強化ガラスみたいな。壁プラスちょっとボール見えない。え、じゃあボールどうすんの。じゃあボールはほら感知する赤壁を。いや、なんでだよ。マジでどういう原理。マジでバットはぶつかるけどボールはスンって。いや、なるほど。すごいな。全然わかんない。まあ、でもデデデッドボールかもなってなくて、もうなるほどね。原理とか聞いたらもうダメな気がする。なるほど。いや、もうでもこれはまだいけそう。一球だもんね。一球、うん、一球ね。ピッチャー一人。まあ、じゃあいけるよ。じゃあいけるよ。じゃあいける。どう再現するの、うん、はい、そこはマジで。こちらに用意しました。赤壁。赤壁だ。赤壁だ。めちゃめちゃ赤いし。赤壁。赤いな。ビニールと。本当にクリアなのね。赤壁って。なるほど。そう、出し物を文化祭の出し物ボッとあったんですよ。あれが、そっか、うまく再現したんだね、あれはね。うん、まあそこ貫通してくるから。なるほど。それを打つってことね。この距離近いから、うん、まあ難しいは難しい。あ、まあ急に出てくるみたいな感じなんですよ。そう、うん、どっから来るかわかんない。ああ、まあでもいけるんじゃないか、これだったら。いけそう。うん、いけそう。あ、じゃあやってみます。やってみよう。はい、じゃあやばい、結構立つと見えないな、やっぱり。見えない。結構、わかんない。見えない、ま、全然ピッチャーも見えないわ。よし、絶対いくよ。よし。はい。お願いします。はい、よく見て、よく見て。はい。失敗か。失敗かじゃねえ。違います。めちゃくちゃボールです。めちゃくちゃ
俺正直、俺世間的なフォアボール嫌なの。ごめんなさい、最後の魔球ラスト、これマジ一球勝負です、これ本当に。あ、一球勝負なんだ。一球勝負、一球勝負でやりましょう。はい、魔球コンクラーベ、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 まあ、投げた球がずっとこのノロノロノロと漂ってて、はい、まあ、これだと15分経過でドン、これだと15分経過でドン、それまでずっとほぼ動いてない。一応10時間超えたことある。これ食べた分だけ早くなる。あ、そうだね。これぐらいでも180キロぐらい出てるから。めっちゃおもろいな。何ちゅう球だよ。そうか、じゃあ食べた方がいいんだ。今からこう矢崎が、はい、ずっと構えてる、うん、でもいつ投げるか分からない、うん、のを打ってもらう。一球勝負。うわ、最後3球同士投げるとかさ、そうあのなんかレッドあったね、あったよ。最後はもうただただそう、最終的にマジでできそうなやつをちょっとチョイス。なるほど、我慢強さ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 、なるほど、精神力か。はい、確かに。どれだけ我慢できる。なるほど、俺ならいけんじゃん。で、集中を途切らせないかと。なるほどね。これ一番気持ちよく最後決まる可能性はあるの。あ、もう雨だ。怖い。あれ、次はあれちょっと待って、ベーブルースじゃない。ちょっとあれ、腹の乗り方ちょっと構えてみ、ちゃんと振ってみ、振ってみ、うん、ベーブルース、ベーブルースベーブルース、ベーブルースやってんじゃないか。待ってんの、ベーブルースだな。集中しよう。走るの嫌だからホームラン入れる人でホームラン、そう簡単だし、そう、ホームラン入れる分、はい、いいだけでしょ。ヤザキどんくらいか。ヤザキが、ヤザキはだってこの説明してる間ずっとこの状態。ちょっと待って、もう始まってる。あれで待って、コンクラーベやってんじゃん。コンクラーベやってんじゃん。あ、で、じゃあもう今速くなってるから、球がどんどん入ってる。もうどんどん球が、やばい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 、早く早く構えた方がいい、構えた方がいいわ。これ雨も、あれ雨ももうやってんのね。やばい、ベーブルースのコンクラーベしてるぞ。正義の対決、絶対カッターボックスいた方がいい。早いよ、もう我慢してるよ、バッタボックスできないよ。やろうよ、もうやりましょう。おっしゃ、よっしゃ、行こう。よし、お願いします。よし、よっしゃ、ダメ、行こう、行けるぞ。うわマジ忍耐だ、忍耐。おっ、え、もう一回来るぞ、お前。絶対打てないのに。
ちょっと。
でもちゃんとカメラ押さえてる。うん、そうだ、カメラ。最初のデデデッドボールの記憶がちょっとなくなってかなったんですけど、ちょっとああ最初のね、確かに3球矢崎、あんなのもあったなっていう、うん、確かに俺がそうね、森川とレッドグリフやったらもう、うん、あんだけ外すの意味わかんないなって今思うと、うん、今思うと世間引きが、あんなに決まんないもんかなって思うけど決まんないね、うん、再現も難しかった、むずいね、ちょっとね、介入は必要かもしれないな、確かにでも面白かった、あれ？コンクラーベ、こいつまたコンクラーベまだしてる。喋る感じずっと出してる。喋る、喋りそう。あ、コンクラーベで。
喋んないです。めっちゃ楽しかった。早く出るパターン。コメントのコンクラ結構怖いな。怖いね。結構怖い。あのハードル上がるだけだから。これまた15分とか待てない。スピード一切上がらずハードルだけ上がるから。分かったけど腰痛めたもん。なんでだよ。立ちっぱだから、ね。いやまたそうだった。あれはしんどいと思う。あれはしんどかったと思うわ。そうね。いやでも楽しかったな。いやちょっとだから こういうのが実際にその漫画の中ではいっぱいあるわけでしょ。こんなもんじゃない。もうめちゃくちゃある。まだまだ技ある。まだまだある。だから俺さっき普通に携帯俺いじってたんだけど、うん、もうガンマ落としたからね俺。俺さその魔球マシンってさあるわけじゃん、うん、特能力がね技とか。打つ側がマシン、うん、で守備のもあったらしくて、うん、バックホームってあるじゃん外野からホームなんだけど、うん、あれのバックが爆発のバックで爆、ね、ホームっていう、うん、なんか爆発力のあるバックホームっていう、うん、マジでそれも意味わかんない。そういう技もある。楽しそうだなって思いましたね。いやそう漫画が面白いんで、うん、読んでみるわ。はい、ぜひ見てみて、読んでください、うん、いやまだコンクラブやなくていいんだよ。このポーズ何これはこれコンクラブ相当だからもうこれで落ちるってことでしょ。これであー落ちるってこと。落ちるコメントが今溜まってるわけね。怖いよこのコンクラブ。めちゃくちゃ怖いです。何一言最後何余裕だよ。シュークリーム食べたい。差し入れのシュークリーム食べたい。シュークリーム食べたい。あと食べよう食べよう食べよう。もうお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。デッドオアストライクをお願いします。見てみよう、はい、見てみよう。